どうも、ねずっちです。まあ僕はね、ジャイアンツのファンなんですけどね、来季のジャイアンツの最大の補強というのが、菅野投手の残留だと思うんですけどね、その菅野投手、なんと来季年俸が8億円なんだそうです。すごいね、8億。なんか子供の頃ね、篠塚3700万とかね、原3800万とか、衣笠5000万とかね、スポーツ紙をこう賑わしてたのがね、なんか懐かしい感じしますね。まあ8億ですから、まあ今季もね、菅野投手大活躍だったですけどもね、来季もですね、年俸同様高騰しまくってほしいね。ねずっちです。ではまた。